別ジャンル分けしたがる。人はなぜか分類したがる。習性があるとかないとか。この世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが標的権持ってるやつと持てないやつとか、ちゃんとやるやつとやってないやつとか、陰キャ陽キャ君らは分類しないとどうにも落ち着かない。気づかない本能の外側を覗いてかない。気分が乗らない。つまりそれはそんなシンプルじゃない。もっと曖昧で繊細で不明瞭な何か。例えば持ってるのに出せないやつ、やってるのにいけないやつ、持ってるのに悟ったふりして透かしてる血に不安になっちゃったりするやつ。所詮あんたはギフテッド、私は普通の主婦テスト。それはいいでしょう、素晴らしいんでしょう。使うもの証明の完成なんじゃない。夢を持ってなんて言ってない、そんな無責任になりはしない。ただその習性に加われないで、そんなハビット捨てるたび見えてくる君の価値。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたらどう、普通腹の底からこう普通普通と。俺たちだって動物、故にもちゅうるオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせるよ、そんなバッハビット。壊してみせるよ、そんなバッハビット。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するってぶっちゃけ快楽。酒の魚にすりゃもう傑作でもって君も進むきっかけになれ。それそれでウィンウィンじゃん、こりゃこれで残念じゃん。そもそもそれって君次第だし、その後なんか俺興味ないわけ。この先君はどうしたいって人に問われることをしたい。終わりじゃないと信じたいけど、そうじゃなきゃかなり非常事態。君たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ。俺は人生維持モードずっとそこで眠っててやらさ。俺はそもそもスペックが低いだから、あがいてもがいて醜く吠えた。俺のあの頃を分類したら、誰の目から見ても明らか。すぐ世の中彼だとか愛だとか運だとか縁だとか、なぜにもして片付けちゃうの。俺たちはもっと曖昧で複雑で不明瞭な何か。悟ったふりして怒るなよ、君に君を分類するの。言われたらどう、普通腹の底からこう普通普通と。俺たちだって動物、故にもちゅうるオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせるよ、そのバッハビット。言われたらどう、普通腹の底からこう普通普通と。俺たちだって動物、故にもちゅうるオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせるよ、そのバッハビット。